短い休憩時間だからこそアイスのみ。お口も頭も体中がジュワッとリフレッシュ。整いました。アイスのみグリコ。ありがとうございます。短い休憩時間だからこそアイスのみ。お口も頭も体中がジュワッとリフレッシュ。整いました。アイスのみグリコ。吉田さん入られます。この声にならないこの資料よろしくお願いしますみたいなことを言ってくるんで、それに対して声にならないぐらいの OK を返すような感じで返す。また本番。本番。よーい、スタート。スタート。よいと思います。はい、ありがとうございます。今日は、なんだろう、最後の風と葉っぱとカメラのタイミングと髪の毛の感じとっていういろんなタイミングがガシッとあったカットを撮るのにすごくこう時間がかかったというか、みんなで丁寧に作った感じがあったなっていうふうに思いました。アングルとかも大きくこうグワッと動いたりとか、あと葉っぱ、新しいアイテムが葉っぱが周りにバーって飛んでたりとかしたので、いつもの感じとはまた違うかなっていう感じがあって楽しかったです。最近はうまくはないんですけど、撮影が休みの日はゴルフに行ってます。
趣味が他にゲームとかしかなくて、お家にいる時間も好きなんですけど、外で朝早起きして遊びのためだったらこんなに起きれるものかと感じてます。シズル感っていう探求心ではないかもしれないですけど、なんか美味しそうだなと思った時は食べる前に撮ってる感じ。でもお腹空きすぎるともう食べちゃってるのでタイミング逃したりとかするんですけど、うん、あとはこう周りどかしたりとか、食べ物がちゃんと目に一番に入るようなアングルとかですかね。大河の撮影が始まると思うのでの予定なので、それに向けてのお稽古を今やってますね。新しくだから筆とかかなを練習したりとか、あとはなんだろう、着物着てるからなんか所作的なこととか。そうですね、なんかそろそろ海外行きたいなって思っていて、最後に、うん、まあ行ったか、なんかちょっと遠くに、なんか作品終わるごとに今まで行ってたので、ここ最近は行けてなかったので、なんで行きたいなって感じがあります。あの最後に行けたはずなのにっていう国がスペインだったんですね。ね、行けなくなっちゃったから、そこも行きたいなと思いますし、うん、え、これ私なんですか？マジ？え、私こんな顔大きくて、こんな目ちっちゃくて、こんな鼻ちっちゃくて、口大きいの？あれ？パブリックイメージそんな感じ？ちょっと今パニック。ん？しょんだよ。私もしょんだよ。頑張ってね。もうちょっと小顔に作ってほしかったなっていう感じはあります。ね。そんなことはないかもしれないですけど、かわいそうもドラえもん声しちゃう。あなたの声全部やってきたからさっき私。仕事や家事に疲れた時は、アイスの実を食べてジュワトロでリフレッシュしてください。